皆さん、はこんばんちはです。パパスです。今日は今バラバラにしてる MH23S ワゴン R スティングレイさんなんですけれども、いよいよエンジンですね。もしかしたらちょっと長くなって動画2本に分かれるかもしれないんですけれども、まあ、エンジンを下ろすためにいっぱい外すところあるけれども、最終段階ですね。社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。まあ、エンジンだけ下ろせへんからな。うん、ミッションと一緒に下ろすから分かってくれたごめんなさい。はい、まあ、とりあえずはい燃料ホースのから、はい、中、まあ、燃料タンクを外すのもしたいでしょ、はい、ではこれかけて、はい、に左側にあります。周遊だよ、はい、エアを抜いてほしい、はい、圧を、ね、はい、これこのワイヤーの外し方、はい、オートマ、うん、シフトワイヤー、はい、これは、うん、これ本体に、うんうんうん、うん、ここやったね、うん、はい、これこの金具、この金具を外すってんけど、うん、金具を外したい人は外したいんだけど、うん、外さんと、うん、この今こう向きつつ、うん、こっちが前向きやけど、このチョボを押したら、うん、ちょっと抜けるから、はい、上にワイヤーだけ抜いてほしい、はい、これは本体についたものな、はい、言ったんちゃう、まあ、でもあとはまあ、うん、これがこう入ってるからピンね、うん、こんな形なんですよ、うん、はい、だからどっちかにこうずらして入ってるから、うん、広げたら抜けるんか、うん、抜かなあかんのが、まあ、これは、うん、ちょっとやりながらはい、やってください。問題です、うん、燃料ホースな、うん、まあ、これはこっちからやってもいいし、こっちからやってもいいし、はい、ホースボンとこっちの方がええかもからな、うん、まあ、ちょっと、うん、うんうん、ずらしてもらって、ちょっと広げてもらって、うん、まあ、今やったらシリコンスプレーの方が、うん、そういうのはええけど、うん、昔ない時代は全部 CRC とか覗って、うん、でもやっぱりこういう硬、はい、くなってきたら、うん、シリコンスプレーやっても割れると思う。ああ、そうか、うん、まあ日々入ってきてもんな、うん、まあそれと交換してもらってもいいしな、うん、こんなん安いよね、うん、でエンジンの中に入ってる方が少ないから、はい、こっちバーッと垂らしてもうて、うん、で、こっち側にネジでも入れて、うん、はい、止めてあげるか、うん、そうそうそう、はい、でヒーターホース、はい、とエアコンはまあ別に、うん、エバポレーターとかヒーターコアの動画で出してるから、はい、うん、外してもいい、はい、まあ、キャニスターとかもやってますね、やりました、うん、であとこのコンピューターは、うん、こいつが1本だけ、うんうん、そうね、そうそうそう、でここを押してもらったら、はい、でエバー式にキュッと、はい、で残って、うん、これも別動画でやってたじゃん、やってるその多分キャニスターとかで一緒にやったんちゃうかね、いろいろで、こいつをあピンあるんか、うん、抜かなあかんから、はい、この上と下側をこじてもうたら、うん、ここね、はい、いけんねんけど、ちょっとも邪魔くさいから上から、うん、はい、うん、こういう感じ、あ、そうだね、うん、こういう感じで抜いてもらったら悪い、はい、あとは、うん、ボックスを開けてもらって、はい、ちょっとやったら抜くだけ、ね、こいつが窓だった、はい、あー、ちょっと待ってよ、よいしょ、うん、はい、こいつが中で窓になってるから、はい、ほら、ほんまはこのなんか引っ掛けあるな、ここが引っ掛かってここをしちゃったらちょっとダメ、うん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 、こっちこっちが、うん、上からになりますが、はい、うん、こういう感じな、はい、取れました、こいつも一緒で、はい、ピンがだから楕円になってるから、はい、長い方、うん、こう、はい、長い方がこうつまるのがいいかな、を忘れるのがこのアースとか、うん、でここから外してもいいし、うん、で、うん、もうこのどっちみちステを外さなあかんかったら、であのこのね、はいはいはい、
はい、はい、ステを外したらで、はい、ステを外して、まあ、先に言わせたけど、このマイナスのこのボディアス、はいはいはい、ここも外したか、はい、はい、アース線を取って、はい、で、でこいつから取る場合は、あるこのブルーの、はい、こいつを手前に引いてもらって、はい、抜いてもらって、はい、でなおかつこのピンを外したらもう配線全体ですね。これはまあちょっとピン外せんけど、はい、であとこのプラス、はい、これね、はい、このこいつ端子が、はい、これさっきエンジンあのバッテリーがついてる状態で、はい、ここをこの10人を緩めといてほしい、はい、本物な、はい、でここな、はい、こいつそあ、うん、上ちょっとどっちやったこっち手前かあったこういうスライド式でなカチッと入る、はい、スライド式で、はい、下から上にカチッとなる、はい、チャカがついてる時に回した方がいいんですね。そうそうもう一丁外して、はい、もう一丁もう一丁見るもん5ミリ、うん、これですね、はい、で、はい、あとこのゴムのこれね、はい、そいつがあんねんけど、はい、そいつは中へ中から、うん、はいこれなこいつ、はい、はい、はいでこれは、はいギリギリいけるから、はい、この、はい、こうやって抜いてもらって、はい、でこれブロワーモーターのところにちょちょちょっとくっついてるから、うんうんうん、それはまあブロワーモーターの動画見てもそうですねで、はい、ここも隙間があってかろうじて見えるけど、はい、こんな見えへん、うん、そうやな前戻ります前戻ってきました押してるから浮き上がってきてる。はい。はい。まあ、こんな簡単に抜けへんわ。これでとりあえず、はい、エンジン側とね。はい。でホースと。はい。でクーラーの配管とかも。はい。水のホースとかも全部外さなかったけど、はい、一応外してるから。はい。でこれ今引っ張ってるのは、はい、フロントのメンバーにマウントがついてるね、これが開通、うん、これの外し方はまたそのメンバーの動画を見てもらうそうですね、うん、はい、まあ、このエアコイナーとかも初めに出しとったと思うかなうんうん結構やってると思う、うん、はいあとはこのマスターバッグはい分厚にするマスターバッグまあこっちから抜いてもいいしこっちから抜いてもいいしはい、うん、それはまあ自由はいでこっちから抜きたくないのは今ペダルを外してもらって、はい、マスターバッグが外れてる状態やからあこれは柔らかい、うん、はい、うん、あとはマウントとか外してちょっと外しとこうはい、うん、こういう感じになるよこれはもうちょっと外しとこうはい、うん、ここだけでちょっと垂れへんかったらいいかなでここまあはい、あ当たらんようにクッションしといてくれてもはいわあ、はい、だから後ろのメンバー外すとかマウント外すのに何もせんとやったらドーンとなるから危ない怖いですねそうそうそう、まあ、下から支えたほうが一番やけど、まあ、はい2つジャッキなかったらあかんわねわあすごいうんまあ、だいたいこれで OK かな、うん、はい。ちょっと
セットするわ。OK です。じゃあセット後またします。